はいえー、今回の変身動画ですけども、えっ、ー、とね、エントリーを、134の513を抜けたら、私はまあちょっと多めにエントリーするということを言いました。まあ抜けたらという表現がね、513ぴったりではあるんですよ。うん、ただまあ、513ぴったりでエントリーできることはあまり少ないんで、たいね、あの、遅れるんですよね。<laughs> ですんで、えー、ここの、なんですかね、 包み足出てますよね。包み足が出てるってことはそっからは下に向かいますよっていう風なサインですで上ヒゲが出ていて下ヒゲが出ていませんということはやっぱり下に行く圧力が強いってことプラスダブルトップですよね、うん、で今回私が一番警戒したのはダブルトップなんですよでダブルトップを否定して突き抜けるぐらいの威力があればその時は改めて倍で入ってもいいかなと思いましたけどもね まあそういうふうにこのダブルトップは見た方がいいですね。じゃあ十分抜けたのを確認して倍でエントリー。うん、やっぱり資金の少ない方とか、うん、初心者の方はそうした方がいいかなと思います。まあ私はそこそこね、リスクが被れるんで、例えばこういうこともできるわけですよ。極端にね。ここら辺にロスカットラインを引いて、かなり上まで見るみたいなね。まあしませんけど、<laughs> そういうことはね。うん、だからその、資金とロットの関係で、 ロスカットをどこに引くかっていうのは個人個人変わってきますね、まあ、ですんで広くロスカットラインの幅を取るってことは、まあ、それなりの損害が出ますんでやっぱりこう資金の少ない方はそこまで取らない方がいいかなと思いますねだったら十分上に抜けたのを確認してバイデエントリーした方がいいかなと例えば134円の600とか十分ピップスが 伸びたのを見てまあダブルトップのラインを越えたのを見てエントリーするとリスクは減るかなってとこですねだいたいこれを抜けたらね大きいんですよ上幅が、うん、伸び幅がねいっぱい何矢印引いちゃいましたけどもだから第一本線はこれねダブルトップですからねやっぱここは、うん、まあそんな感じですかね今回は反省するとしたらあこれはダブルトップを見た方が良かったんだ,だということでございます でトリプルトップの時は上に抜けると思いますんでまあこれがねローソク足がまた上の方向に向いてきたらもう一回注目してみようかと思いますそれがこの木金の間に起きればなと思ってます以上ですちょっと口内炎が痛いままでございます